じゃあ、とりあえずね、前のところでね、110線で決まりね、印刷作ったんですけど、ちょっと途中ね、カメラの夜が なくなっちゃってね、切れちゃったんで、今ちょっと作業してて、なんとかね、前のやつ、こうですね、前に一番最初に外房線作りまして、こちら、長房線作りましたんで、今回ね、外房、成り立つ、印刷していきたいと思います。一応ね、一応確認、成り立つ線、1431も成り立つ空港機、207番と S222 の A4 に立つ4と。もう一回、プサン起動して、戻って。用紙は食ってるはずなんで大丈夫ですね。追加で2枚ぐらい入れておきましょうか。よし。で次がもう、今度はそう、今度が総本線か。よし。で、こちらですね。じゃあこちら、113ページ目に A マリ207、S24。今回はスリーブでちょっと入れてみましょうか。ちょっと位置的にはね、後で合わせますけど。まあ、こういう感じですね。113ページ目に。ちょっとね、ちゃんとは全部映んないんですけど。あ、ごめんなさい。映ってみます。こういう感じで。まあ、ちょっとね、全部はね、映んないんですけど。まあ、こういう感じで、少しでもね、ニュアンスとして分かれば、まあまあ全然いいと思うんで。まずはこれで量産していきましょう。ってわけで、次か。で、次はね、まあ問題がね、総武線なんですけど、総武線がね、どうしてもカラーリング的に、黄色になっちゃうんで、白に黄色ってめちゃくちゃ合わないんですよ。なので今回すいませんが、ちょっとね、本当にちょっとあの濃いめのね、黄色になっちゃうんですが、すいませんが、ね、その辺だけはご理解ご了承のよろしくお願いします。ちなみにちゃんとした黄色を選ぶと、あのね、緑が入ってるせいか、こういう感じでね、ちょっとボケちゃうんですよね。まあ、肉眼で見るとすげえ見にくいんで、ちょっと今回はね、すいませんが、色変更しますんで。まあ、なるべくそれでも、ね、明るめの方にしたいんで。あ、これいいな。そして、間違えた。総武本線、列車番号368、行き先が、千葉駅か。編成番号、単独？いや、これ違う。あ、これ単独じゃないか。連結か。消えた。221番と、よし、これだけですね。保存して。1日に戻んなきゃいけないっていうめんどくささありますけど、でもね、意外と楽しい。まあ俺が変人なだけなんですけどね。よし、さっと。じゃあ、吉野に今3、4枚食ってたみたいなんで、大丈夫なんでね。ケーブルの動画のアップロードもね、51秒で、残り10分ぐらいだよ。今2時半ぐらいなんで、ちょっとね、30分ぐらいだったらちょっと出かけて用事がありますんで。よし、次が、外放線か。なんですね。そうですよね、こっちの方がまだまあ、まあ、白地にしちゃってんで、まあ、肉眼だとね、まあ、動画だと結構綺麗ですけど、肉眼だとね、まあまあかなって感じですかね。まあ悪かないんで、このまま行きましょうか。外房線、外房線、これか、245M 列車、安房鴨川。で、単独で、マリ73と。次どんな色したっけ、外房線って。赤にしたっけ。そうです、ほぼほぼ真っ赤にしますね。じゃあ真っ赤でいいか。ちょっと一番最初に印刷してたら、ちょっと色の色調違ってたら申し訳ないですけど。間違えた。キャンセル。キャンセル待ちなの。これなんだっけ、あ、ラブマシンか。今一瞬捨てて忘れた。あ、腰で。そしたら先に先生、続いて、連チャンで外房線行ってみましょうか。269列車、安房鴨川行き。列車番号が269に変更されて、編成番号が、マリの、218と、
201番。これが、ね、今印刷した、阿波鴨川駅で。これが、ね、一番最初に印刷した東北線の千葉駅ですけど、印刷一緒ですね、字的には。大丈夫ですね。よし、ゲート。そうですよね。アンパンマン列車のデカール作ったの、俺こっち作ってるんですから。これは 5月なんですよ。アンパンマン列車は2月3月なんですよ、話。そうですね。5月の先にもの作るって、まあ、なかなかのバカなんですけど。ん？待てよ。ちょっと待って。今恐ろしいこと考えたさ、うちトミックスの103系の京王線も何台かいるんですよ。あいつらもインサート作っちゃうかなって言ってた。さすがに半分冗談ですよ。半分本気だけど半分冗談ですよ。よし、一応これがね、マリ218と F218。そしたら、色変更で、内房線なんで、まあ、青色。もう一回押せばいいだけなんでね。問題はないんで。よいしょ。先にじゃあこっち行きましょうか。236と214。列車番号が。よいしょ。一号線。341。次が、72か。マリ72と。一号線列車番号。人、二、三と。で最後は総武先生で、次がやっとこれで終わりなんで。まあ今回はね、カッティングしないで、一応、ね、ある程度乾かしてから、そうですね、切りたいと思いますんで。まあ、そうですね、一番最初作ったやつだけちょっと試しに切ってみましょうか。まあ、用紙がないかな。あ、用紙がなかった。お食べた。あ、すげえ目がかい。一番最後は総合本線。341M。背番号は、S63 か。そうね、そういや、京王線のユニットもね、イモンのやつ買った。あ、世田谷ソリューセンターか。インネタ買ったんだ。あれ、どこ行ったっけ？あるわ。インネタ買ったのもあるんで、これもね、そろそろ貼っていかないとね、これ。もったいないんで、今貼っていくとして。そしたらそうですね、ついでにケース確認して、
そうね、トミックスがどうかな、加藤の解決か。いや、多分ね、少しは書いてあるはずなんだよな、ちなみに。地球。いや、ほとんど加藤会になってますね。もしかしたらケースもほとんど加藤の可能性があるんで、これは見てみないとわかんないんで、その辺が一旦回しましょうか。まあ、最後はね、デカール用紙に印刷して、まあ、加藤のこの濃い緑か。一応ここに濃い緑のデータあったんで。このフォントの中に、まあ、ちょっとこの辺の、まあ、加藤には似てるかどうかわかんないですけど、ちょっと濃い緑あるんで。まあ、それで、やってみるのもありだと思います。で、よし、これ最後に。したら、じゃあ、そうですね。尺的には、ま、これでちょうど10分か。したら、最後、ちょっと。そうですね。これちょっと。ちょっと一番ね、最初の、外防線、これちょっと、切ってみて。まあ、どうなるか。ちょっと形勢に行ってみましょうか。いかんせんまっすぐ切るのが苦手なので、ちょっとね、並べると思います。その辺はね、ご了承ください。まっすぐ斜めて。ちょっと帯切っちゃった。よし。本当にこのカラーケースまだ動画で紹介してないカラーケースなんで、ちょっとね、先に、すいませんけどね、こっちの加工の方に行っちゃったんで申し訳ないんですけど。そうそう、横幅ほぼぴったりなんで、縦幅。本当ここね、折り曲げてもいいですけど、こっち折り曲げるとね、多分こっちの字に潰れちゃうんで、ちょっとこっち側切りましょうか。この辺でいいか。こんなね、ぴっちり、合わなくてもいいんで、俺はそういうの気にしないんで、全然。まあ、所詮まさかね、作れると思ってなかったんで、作れただけでも全然上出来だと思うんで。角が硬すぎて、ちょっと。角だけ丸めてしまった。入んなかった、完全に。あれどこだっけ？やっぱもうちょっとしない方がいい。こっちの方が楽っすね。やり慣れてる。たまにこれでなんかパチンって割れることあるんで。だましだましだ。もう数ミリ切ってよかったな。もう数ミリだけ切っちゃいましょう。ほんの数ミリだけ。よし、なんか、ちょっと2、3、まあ多めに切っちゃいましたけど。入ること考えてたちょっとぐらいは、ギリギリの方がいいと思うんで、あんまり計算曲げるとパキンと本当にこいつら割れるんで。要注意だよ、使わないと。今度ちょっと切りすぎたけど、まあまあちょうどいいぐらいか。ちょ、こういう感じです。だからすげえ計測へこんでるの気になるの。あとここブカブカしてんのか、これがもともと。この気づいたけど、ここブカブカなんで。寒くなってくると、ね、プラスチックなんかも劣化するんで。まあ気をつけながらね、使っていきましょうか。よし、一応これで印刷入れたんで、ちょっとそっとすり入れましょうか。どういう感じになるか。まあ、ちょっとね、字が見えないですけど。まあ、113件見ればいいんで。そうですね。こっち側にもなんか本当は作りたいんですけど。そうね、作ってみようかな。ちょっと待ちください、考えるわ。この大きさの寸法で、こう貼って字こうしなきゃいけないんで、めちゃくちゃめんどくさいんですよね。ちょっと1マスずつ修正しなきゃいけないんで。どうしようかな。
どうしようか。ちょっと待って。すげえいいこと考えた。用紙3枚は食わせれるんで、一応3枚食わすか。どの手って話ですけど、こう言って。一番立ち悪い言い方ですけどね。すいません。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと理由考えよう。どうしようかな？どっちにしようかな？待ってください。いや、待てよ。どっちに使うからいいか、印刷しようか。これで、すべて印刷、部分印刷にカットして、印刷部数3枚。完了。印刷。いいこと考えた。これちょっと日付話してみましょうか。ちょっとみっともないんで。本当に今日は27なんで、今日27だよね。ちょっと今日27で、昨日買ってるんで、まあ売り場に出て使ったところか。これ早めにこいつらがさないとこう残っちゃうんでね、粘着力が。失敗したな。明日、今日帰ってきたら、このシールだけ剥がそう。まあ値段なんかね、別にレシートあればいいんで。12月4日ですね。別動画で紹介するっていうのは面白いやり方です。ちょっと待ってください。やってみないとね、うまくいくかどうかわかんないんで。ちょっと。こっち側だけいらないんで、ここ先切っちゃいましょうか。もうなんと。ゲーム3時じゃん。やべ、そろそろ出ねえと間に合わない。ちょっと今日どうしても急用があるんで。ちょっと。3分の1ずつぐらいでいいかも、めんどくさいんで。すげえめんどくせえから3分の1ずつでいい。しかもその3分の1は大雑把っていう。フィルムには印刷映ってねえよな。さすがインクジェットプリント映ってねえ。よいしょ。ちょっとめちゃくちゃ上に出てきちゃった。ちょっと待ってください。こういうの俺不器用なんで、申し訳ないです。こうして、こうして、こうして。はいよ。はい、うまーい。なんで、段差どこ？あ、段差動かす。いや、まあまあうまいじゃないですかね。あとはここだけ両面テープでくっつけとけば問題ないと思うんで。もしかしたらこっちの背拍子にも
そうですね、まあまあ、なんか、まあ、こっちはね、デカールできるんで、例えば、まあそのエクセルの方で、まあ白く塗って、で白く塗ったやつの上に、まあ、G 書いて、で、その上から なんつうの、まあ、デカールだけこうピーって貼ればいけるんで。まあ、したらこっちもそうですね、ここのやつ、ちっちゃくしたの、ピアでも、ここちっちゃいせいで見えなくなるんで、どうしようかな。すみません、ちょっとここに悩みますけど、いや、これは結構ありだな。めちゃくちゃ無駄に印刷しましたけど、今回。そうですね。一応これで、全部の9、ケース9個分の分はね、作れたと思いますんで。舐めてるのが気になるんで。面白いんですけど。どうしようもない。細かい性格がね、気になって、どうしようもないんで。よし、今日そういう感じですかね。一応これで、あらかたの作業が終わりましたんで。そうですね。まあ皆さんもね、一応スマホとかね、あとエプソンのプリンターがあれば作れますんで。結構ね、おすすめかなと。エクセルの方もね、別に俺無料のエクセルで作ってますんで、一切ね、問題ないんで。ものは試しって言葉も世の中にあるんで。注釈的にはまあ30分なんで、そろそろカメラ切れるようになったと思います。もうちょっと折った方が良かった。ちょっと待って。これね。あ、いったわ。変なところ。あげちゃったけど。今ね、問題ない。これで。おっきい。作るのめんどくさいから、こういう合成方法もありなんですよね。そしたら、どっちみちこっちもね、合成しちゃうんで、勢いよく切れるんで、まあ、勢い切りすぎましたけど。セレクションのアプリも一回消しちゃって、エクセルも全部消しちゃっていいや。アポロ上の動画ね、今日から、2日3日かけて全部一気にアポロしますので、ちょっとそれからお待ちください。
よし、このかな。ね、これゴム箱まで輪ゴムしなかった。ちょっと待って。あ、ざまに、残しようかな。あ、来た来た来た。あ、うぜまじだ、あの輪ゴム絶対壊すわ。やっと食った。3回か4回、多分ね、もうね、ずっと噛んでるから、輪ゴムぶちきバカになってるわね。輪ゴムで、洗濯ばさみが。あれ、調整室ってどうですか？あ、こいつ。
感じですか。基本的にはほぼ同じなってますよ。大丈夫。もう一緒ね、ちょっとずれちゃったんですけどね。端っこさえにしっかりしてくれ。ちゃんと中に入れるんで、問題ないんで。
2枚。